J1 昇格に向けてファジアーノ岡山。結果出たのが良かったです。崖っぷちで踏みとどまる。本当に、まあ、最高だったんで。ピザの提供でお送りします。今日の試合は勝ち。もうちょっと久しぶりに勝ってほしいですね。プレーオフ見てほしいです。まだ諦めてないんで。今シーズンも残り4戦、ホームゲームはあと2戦。雨の中6800人が集まった中国地方のライバル対決、飲用ダービー。ここ1ヶ月白星のないファジアーノ、惜しいのは勝利のみ。まあ正直先月1回も勝ってなかったんで、すごいしんどかった気持ちはありましたし。 J2 第39節がキックオフ。敗れた前節群馬戦からスタメンを5人入れ替えたファジアーノ。久しぶりの選手たちが有り余ったパワーをぶつける。前半はサイドからの攻撃を見せるも遠いゴール。チェアワンは、まあ、いい試合したんだけど点取れなくて。後半ファジアーノの攻撃に変化が見られます。縦の攻撃、そして後半36分、キム・ミンキュー選手とのパス交換から一気にギアを上げる14番押谷勇樹選手。見事な裏への飛び出し。ミンキュー選手の絶妙なパスも生きてファジアーノに先制点。押谷選手は番組でも約束してくれたゴールパフォーマンスを披露。まあ積極的に裏に抜けようっていうのは思って、ミンキュンが前に切れそうだったんで、まあ裏抜けたら、まあ、いいボール来てくれて。さらにその2分後、今度は13番キム・ミンキュン選手が飛び出す。なんと素晴らしいゴール、今シーズン2点目。ミンキュー選手は一目散に影山監督のもとへ。本当に、まあ、最高だったので、まあ、蹴った瞬間に、いや、これは決めたと思ったんで。そして試合終了。ファジアーノ岡山、鳥取に2対0で勝利。主君のミンキュー選手、試合後のダンスは封印。次の試合で徳島戦でまた点決めて勝ったらまた踊ります。あ、楽しみしてます。まあ期待してください。目標の2桁得点もついにもうすぐです。そうですね、まああと1点なんで、まあ次で決めたい気持ちはありますし、まあ、イエローカード次もらって2試合出場なんで、今シーズン終わっちゃうんで、プレーオフ行かない限り、まあ、それに気をつけながら、まあ、1点まず取りたいです。次は勝ち点差4の6位徳島と負けたら終わりの直接対決です。 CM の後はクイズファジって Q。 ファジアーノの J2 初勝利はいつ？ファジアーノ開幕クイズファジって Q。 今回はこちらの3人の方に挑戦していただきます。身近なこの岡山でとサッカーチームできたんで、ちょっと応援しようかなって思ったのがきっかけです。きっかけは可愛い女の子に誘われました。好きな選手は？戦国選手です。どんなところが好きなんですか？まあ、いつでも冷静にプレーしているところがすごいなと思います。では1問目です。かつてファジアーノに在籍していた尾崎雄二選手は現在何の選手になっているでしょうか。1番競馬、2番競輪自転車の選手、3番競艇ボートの選手。それでは一斉に答えをどうぞ。じゃん。2番、2番、3番。
2008-2009 年に在籍し、主にサイドバックでプレーした尾崎雄二選手。現在はボートレーサーに転向しています。去年競艇デビューした尾崎選手、鳥取戦でカンスタに戻ってきました。やっぱこういう雰囲気を味わえる環境には入れたことがまず幸せだったなって改めて思いますし、まあ、よく言えば戻りたいですけどね。3番の競艇でした。ボートでした。正解です。第2問。次のうちファジアーノ岡山が J2 で初勝利を挙げた相手チームはどこでしょうか。1番アビスパ福岡、2番徳島ボルティス、3番カターレ富山。どうぞ。じゃん。お二人が福岡、お一人が徳島。さあどうでしょうか。初勝利を挙げたのは2009年4月29日 J2 第11節、11番木山康平選手のゴールでファジアーノが先制します。アビスパ福岡の猛攻を無失点に抑え1対0、ホームで記念すべき初勝利を挙げました。1番の福岡でした。お二人正解。知ってましたか。知ってました、もちろん。ファジアーノ岡山の影山正永監督がかつて代表監督をしていたアジアのチームはどこでしょうか。1番タイの代表監督、2番カンボジアの代表監督、3番マカオの代表監督。それでは最後の質問です。答えをどうぞ。じゃん。2番、1番、3番分かれました。正解は中国の特別行政区マカオ。2006年から8年まで代表監督を務めていました。3番のマカオでした。出ました、全問正解。ファジアーノ博士だ。ありがとうございます。 CM の後は鳥取戦 MVP の発表です。ファジスタ MVP、 快勝した鳥取戦は2得点に絡む活躍を見せた13番キム・ミンキュン選手。絶妙のパスに最高のシュート、言うことなしでした。今月はファジワルパスケースを毎試合2人にプレゼントします。先月のプレゼントはご覧の皆さんが当選しました。おめでとうございます。